本日もですね、よろしくお願いいたします。はい。で、ですね、まあ、10月にこう入って、まあ、だいぶこう涼しくなってきて、かなりこう過ごしやすくなってきたと思うんですけども、まあ、本当にこう朝晩とかちょっと肌寒いぐらいの、感じになってきて、ようやくちょっとこう秋冬ものをこう着出す時期にこう入ってきたんじゃないかなと思います。はい。で、まあ、まだですね、こう昼間とかちょっと暑かったりするんで、まあ、こんな時期にですね、ちょうど、まあ、いい、アイテムっていうところを、まあ、今回ちょっと気の利いたカットソーっていうので、ご用意しましたので、本日はちょっとこちらを、お見せできればなと思います。はい。で、あとですね、今日、本日ですね、最後にちょっとこういい情報もご用意したので、ぜひとも合わせてチェックいただければなと思います。はい。で、まあ、本題に入りまして、まあ、今日ご紹介するのは、まあ、うちでもすごいもうずっと前から、昔からですね、人気のブランドで、スリードッツっていうプレミアムカットソーブランドなんですけども、まあ、本日はこちらから今から本当ちょうどいい、まあ、絶対使えるんじゃないかなっていうアイテムで、ロングスリーブ のカットソーが入荷しましたので、本日はちょっとこちらを見ていきたいと思います。はい。で、まずですね、こちらこういう感じで、まあ、よく見るとこう表面がこうザラッとした感じの生地でワッフルになってるんですけども、まあ、あとはこういうスウェットの特有なこうガゼットがついてたりで、まあ、こちら非常になんかこう分厚すぎず薄すぎない感じなんで、まあ、もちろん1枚でも着用いただけるし、本当にこうダウンベストとかの下にもちょうどいいぐらいのこうロンティーになってるんじゃないかなと思います。はい。まあ、本当に生地も本当ペラペラすぎないので、結構ジャケットとかの中にこう着ていただいてもかさばらずに着ていただけるんで、これ非常に便利に使っていただけるんじゃないかなと思います。はい。で、カラーなんですけど、まずこちらはホワイトです。はい。ですね。はい。で、次はこちらのオリーブですね。こういう、これも非常に秋っぽくていい色で、まあ、こうやって黒のインナーに着たりとかして、それだけでもすごい秋っぽくなっていいんじゃないかなと思います。はい。で、最後はこちらのチャコールなんですよね。これ、まあ、本当こう黒と比較した時にかなりこう色の違いって分かると思うんですけども、はい、こんな感じでこういうなんか黒のインナーに着ても全然いいんじゃないかなと思います。そうですね。まあ、本当こちら非常に便利に使っていただけるカットソーになってるんじゃないかなと思うんで、まあ、本当になんかこう二色買いとかなんかそういうのもありなんじゃないかなと思います。はい。まあ、今からこうちょうどですね、まあ、アウターを着たりとかっていう季節になった時のインナーで、こちらニットっぽく着れるんですけど、ウールじゃないのでコットン100なんで、まあ、本当になんか今時期でまだちょっと暑くて汗かいたりとかで洗濯っていうところでも便利に使っていただけるっていうのと、まあ、ワッフルなんでかなりこう速乾性もあるんで、非常に気の利いた1枚になってくれて、まあ、ヘビーローテして着ていただけるんじゃないかなと思います。はい。で、あとですね、ちょっとこう耳寄りな情報っていうところで、あと、まあ、先日ですね、ちょっとインスタの方にはちらっとあげたんですけども、ヘルノっていうイタリアのアウターブランドがあるんですけども、こちらをですね、ちょっとメーカーさんのご協力のもとで結構モデルをいろいろ揃えてご用意いたしましたので、ぜひともですね、こちら
まあうちで今人気のこうタトラスにヘルノっていうところで、結構人気のアウターブランドがかなりコレクションで勢ぞろいするので、まあ、このチャンスにですね、本当今から今年の秋冬でお気に入りの1枚っていうところを、見つけに来ていただければなと思います。はい、でこちらの方はですね、随時届いてくるような形になりますので、まあアップはしていこうとは思うんですけども、なかなかこう数もいろいろ入ってきますので、細かくはちょっとご紹介できないかもしれないんですけども、ぜひともですね、いち早くチェックしてゲットしていただければなと思います。はい、ではですね、本日も11時スタートとなりますので、ぜひよろしくお願いいたします。